どうも学生筋肉料理人のだるうまです。1月25日にだるうま初のレシピ本である極上ズボラ飯が予約受付開始になりました。ということで極上ズボラ飯について少しだけご紹介させてください。今回出版する極上ズボラ飯のコンセプトは、料理が苦手な方やズボラな方など誰もが失敗せずに本格的に、そして簡単で超絶品に作ることができるといったものになります。実際にこの本のほとんどのレシピが2ステップまたは3ステップで完成しているため、工程を目で把握でき、とても分かりやすい作りになっています。またレシピのポイントや注意点なども所々に書いているので、料理が苦手な方でも安心して作ることができます。今回のレシピ本ではだるうまのこだわり絶品レシピが100品掲載され、即席おつまみ、仕込みおつまみ、レンジと炊飯器で作ることができるメイン料理、肉料理、魚料理、丼料理、麺料理、ご飯のお供、デザート、そして今回特別にだるうまが自信を持ってお届けする本格料理の計10カテゴリーに分類されています。ツイッターで6万リツイート、22万いいねを獲得。ヤフーニュースにも取り上げられ、YouTube では200万回再生以上再生されたあのヤバいプリンなどの人気レシピをすべて掲載しているほか、YouTube で公開していないだるうま秘伝のレシピが数多くあります。絶対に後悔させないような、そんな素敵なレシピ本になっているので、興味のある方は右上に出ているカード、もしくはチャンネル説明欄とコメント欄に貼ってある URL から予約できますので、ご予約よろしくお願いいたします。皆様こんにちマッチョ。もうすぐバレンタインですね。今日は材料を3つでできる簡単生チョコの作り方を紹介していきたいと思いマッチョね。皆様は愛する人のために、僕は自分のために作りマッチョね。めちゃくちゃ悲しいやつですが、みんなのために作っていきマッチョね。はあ、悲しい。お、かわいい。ピンク色や。なるほどね。好きな人を思い浮かべながら作るという意味合いがこの色には込められてるのかな。ナイス粉砕。カカオさんやっぱりすごいわ。
僕がやったらめちゃくちゃこぼれてまうわ。このように鍋肌がプツプツとなってきたら火を止めまっちょね。
よし。ポンチョン、今日もナイスマッチョ。よいしょマッチョね。マッチョ店員の完成。いただきマッチョ。芳醇なカカオの香りだ。マッチョに乾杯。うまい。うまっ。めちゃくちゃ滑らかっちょ。いった。ダブルマッチョ。そしてアマッチョ。残りは父と母に食べてもらいマッチョね。ごちそうさマッチョ。僕は早く食べたかったので片面しかココアを振っていなかったんですけれども、皆さんは両面ココアを振るようにしましょう。こんな感じでまぶしてあげてください。